さあ今日も始まりましたゴルフ7チャンネル、高澤奈々江です。本日は世田谷の三宿リブレさんに来ています。実はこのクリーニング師さんが、ゴルフが大好きということで、ちょっと一緒に動画を撮りましょうということで今日はお邪魔しております。で、ゴルフを長く楽しむためにはやっぱゴルフグッズも綺麗にしたいじゃないですか。その中で男女問わずよく使うのがこのゴルフシューズだと思うんですけど、私も結構やっぱね白結構好きでよく履くんですけど、こう雨の日とかやっぱりどうしても汚れちゃうんですよね。でやっぱお気に入りの靴は長く履きたいので、簡単に綺麗にできる方法を今日は教えてもらいたいなと思っています。さあそれでは早速お呼びしましょう。洗濯ブラザーズ長男の高橋さんです。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめましてじゃないし、ここは、ね、はい、こちらの方、そうです。皆さん見ていただいた方、はじめましてです。はい。はい、洗濯ブラザーズと言いまして、クリーニング屋をやらさせていただいてるんですけど、はい、今横浜と三宿で、うん、クリーニングをやってまして、はい、主にシルク・ドゥ・ソレイユさんの衣装とか、うん、劇団四季のアラジンの衣装とか、はい、そういった舞台衣装をメインにクリーニング店をやらさせていただいてます。はい、ね、高橋さんもゴルフ大好きで、うん、そうなんですね。去年からですね、もう1年ぐらいになりますかね、うん、めちゃくちゃハマってます、うん。はい、早く上手くなってね、うん、ゴルフを楽しめるように、ね、早くなりたいんですけどね。そうですね、なかなか思うようにいかせてくれないゴルフですね、はい、でもやっぱりね、奈々江さんがおっしゃったように、うん、道具のケアって大事なのかなと思いましてね、はい、今日はちょっと皆さんに、簡単にできる靴のケアっていうのを実演していこうかなと思います、はい、はい、めちゃくちゃ汚いですね。汚いですよね。やっぱりね、はい、泥汚れ、黄ばみ、全体的な黄ばみとか、うん、布部分の黒ずみ、これ汗とかも関係あるんですかね。これね、パッと見るとソール、うんうん、インソールのところが、はい、カビ生えてます。え、これカビなんですか。これカビです。やばいです。やばいです。はい、出てますね。カビって何、雨の日に生えちゃって、うん、そうですね、はいはい、やっぱりそうそうそう、これを皆さんね、スニーカーで言うともう10分ぐらいで、皆さんの家にあるものでできちゃうので、はい、ここまで汚くなっちゃうと、うん、もうそれこそ業者に頼まないとダメなのかなって、そうですね、なんですけど、うん、自宅でできる、自宅でできますね、はい、まずはソール外します。カビルンルンのソール外します、はい、すると中になんと土とか枝とか芝が埋まってますので、はい、まずこの乾いてる段階で、確かにゴルフ場のサスルだけだとこのさすがにソールの下までは、これを取りました。はい、取りました、はい、で今回ちょっと分かりやすいように片方だけもらおうと思ってます、うん、はい、で皆さんの準備していただきたいのは3つだけです。僕らはちょっとオリジナルで洗剤作ってるんで、うん、家庭用で代用するとしたらば、これは洗濯ブラシなんですけど、歯ブラシで大丈夫です。で、汚れを落としていくプレウォッシュスプレーっていうのを僕たち作ってるんですけど、うん、これがないので皆さん多分空のスプレー容器に普段使ってる洗濯洗剤、液体洗剤と水を1対1で割っていただいたものをご用意いただく、うん、で普段使ってる洗浄力が高い、洗剤だけで大丈夫です。じゃあ早速やっていきます。はい、はい、どっちから、ソールからいこうかな。これね、カビは結構落とすの大変なんですけど、皆さん使ったらですね、乾燥しといてあげるっていうのは非常に大事ですね。雨の日は要注意です。はい、雨の日要注意、うん、日本はねかなり湿度が高いので、ソールだけ取ってこれだけ乾燥してあげるのがいいのかなと思います。これはプレウォッシュっていうのは液を浸透させといて汚れを浮かすというのを、大体こうやって入れといて10分ぐらい放置しておきます。こっちも行きますね、はい、シューズの紐とかがあればぜひ先に取っておいてください。はい、で汚れているところ、全体的なんですけど、うん、特に汚れているところにこうやってスプレーしていきま す、はい、皆さんは歯ブラシで、うん、はい、こうやって洗剤液を浸透させるイメージですね、うんうんうん、で放置するとね、どん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 汚れは取れにくくなるんで、できれば今日汚れたなという時はケアしてあげる方が簡単に落とせるんです、はい、うん、でもし洋服用の固形の石鹸とかがあれば、うん、そういうのも活用できます。塗り込んでもいいですし、うん、でブラシになじませる、うん、汚れてるところをこうしっかりこすっていく、うん、この洗濯ブラシって、普通にどこでも売ってるんですけど、うん、馬毛ブラシなんですよ。馬毛、はあ、毛が硬いくて強力に汚れが取れますんで、もう1000円ぐらいで売ってるんで、靴だけじゃなくてね、基本的には洋服の汚れ、例えば泥が飛んだ時とか、食べこぼしちゃった、ウェアに何かついちゃったっていう時は、
このブラシがすごく便利です、うん、持ってないですか？持ってないです。知らなかったですか？はい、なんか時代が古いのかもしれないけどたわしみたいな、はい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 、ああいうのとか、そういうので洗うのかな、うんうんうん、みたいな。なるほど、なるほど。普段どうしてるんですか？もう全然洗ってないです。洗ってない、はい、うん、あの雨の日用にやっぱりもう、うん、なんかもう汚れてもいいような、そういう日はね、もう雨用の靴に分けちゃってて、はい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 、黒の靴、あはん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 、汚れても目立たないような。そうそう、で一応もう処理としてはこんな感じで終わりなんですよ。へえ、はい、これでもまだついてるけど、ついてるけど浮いてくるんですか？これが最初の処理で洗濯桶使って洗っていきます。とりあえず下処理がね、はい、終わりましたので、ここからちょっとね手洗い簡単にしていきます、うん、皆さん使っている洗剤、はい、洗濯洗剤、結構まあ洗浄力の高いやつの方がいいかなと思います、うん、あのおしゃれ着用とかじゃなくて、はいはいはい、デイリー用のやつで大丈夫、うん、もみ洗い、はい、うん、をしていく感じですね、うん、これやっとくと、うん、匂いのケアもできますし、で男性の方なんか特にやっぱね皮脂多め、汗もかきやすいですし、女性よりも、まあ、さらに匂いの問題っていうのはすごく気になるのかなと思います、うん、ほらめっちゃ綺麗になりましたね、うん、なんか白い、ちょっとねカビがねなかなかしぶといですね。しぶといんですけど、はい、水がやっぱすんごい汚れてます。えぐいです、もう汗汚れ泥いろんなものがまみれた、はい、7A 液が完成しました。さっと洗って、はい、きれいな水に入れ替えます。チェンジ、はい、料理番組みたいですね。確かに、ドーン、はい、できれば、うん、あの匂いが特に気になる場合は、うん、40度ぐらいのお湯の方がいいですね、はい、でここですすぎをします。最後の仕上げをやってます、これが最後じゃないんですけどね。最後じゃないって、はい、これは最後じゃないんですけど洗剤液を一回飛ばしたいので、はい、ここでですね洗濯ネットを使います。はい、洗濯ネットを使ってですね、はい、この中には今、うん、汚れた水、はい、洗剤、七重汁、はい、いろいろ入ってるんで、はい、この、ね、洗濯ネットを入れて、うん、洗濯機の遠心力で汚れをバンと飛ばすんですけど、はい、1分だけ脱水します、はい、余ってる部分あるんじゃないですか、はい、を縛ります。うーん、で洗濯機で1分だけ脱水しちゃいます。はい、普通脱水したことあります？ないです。自然乾燥、自然乾燥ですね、はい、お風呂場の乾燥室とか、はい、でこの脱水をやってあげると、はい、さらに汚れがバーンって飛ぶんですよ、遠心力で。水気も切れますし、あの自然乾燥してもなかなか結構時間かかるじゃないですか、この脱水1回入れてあげると、うん、水気とか、うん、いや終わった1分だから、いやまだウィーンってなんないで、水バンバン飛んでるし汚れも一緒に飛んでるんですよ。今洗濯機で脱水を1分やりまして、うん、中の水分あと汚れ、を全部遠心力で飛ばしました、はい、まああんまり長くやる必要なくって、うん、ちょっと1分で大丈夫です、うん、でこれで 水分もかなり飛んでるんで、はい、あの乾燥もめちゃくちゃ早くできます、はい、いかに早く乾かすかですね、はい、そのためにはこの脱水での1分というのは非常に重要ですので、うん、ぜひこれやってみてください。はい、はい、仕上がりはこんな感じです。あとはまあサーキュレーターで風当てて、あの風通しのいいところで干してください。直射日光は基本的には NG なので、はい、という感じです。はい、ました、できました、簡単でしょ、これ確かに簡単でした、うん、はい、カビだけ悔しいな、カビはなかなかやっぱ難しいんですね、はい、まあ、ちょっと薄くなりましたけど、本当だ、全然違う、ここがもう違いますね。そうですね、ここありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます、うん、はい、ちょっと片方は自分で頑張ってみたいと思います。そうですね、はい、洗濯ブラザーズさんの方でもあの YouTube をやっているんですよね、はい、そうですね、洗濯ブラザーズチャンネルということで、はい、まあ、あのダウン洗ってみたり、うん、でかいコート貼ってみたり、あのいろいろ
その洗い方をみんなとシェアしたいということで、YouTube もやってます。はい、皆さんぜひそちらもね見ていただければと思います。でこのお店も、はい、横浜と三宿の三宿、はい、2店舗で、この三宿はね、まあ、結構広くなってて、洗濯洗剤オリジナル開発してるんですけど、そうですね、はい、その量り売りとか、はい、あとはもう皆さんねダウンとか持ってきてここでどうやって洗いますかっていうのも実践できたりできるんで、はい、ぜひぜひ、まあ、三宿もしくは横浜の方に遊びに来ていただければと思います。洗剤も結構おしゃれでサスティナブルな、そうですね、あの環境に配慮しながらも、うん、やっぱり舞台衣装洗うのに実際使ってる洗剤なので、うん、まあ、汚れが落ちないとかだったら意味がないので、確かに、はい、その辺はすごくこだわってますし、うんうん、あとはあの素材別に僕たち洗剤開発していて、うん、例えばデニム用があったりとか、はい、あとシルクとかウール、カシミヤ用があったり、まあ、こういったスポーツっていうね、スポーツウェアとかゴルフウェアにすごくいい、うんうん、あの洗剤とかも販売してまして、チェックしていただければ。そうですね、お店にもぜひ遊びに行ってください。お願いします、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。